昼間は暑いので夜涼しくなってから散歩に出ました。カンファムンの噴水はカップルが多いけれど、トンデムンのあたりは家族連れも多くて、おばさんもよく散歩に行きます。音楽や派手な照明もない地味な噴水ですが、たくさんの人が夕涼みを楽しんでいました。水の音って癒されますよね。短い時間の噴水ですが、楽しんでください。